要望が多いのが交通手段をなんとかしてほしいという声が本当に多く寄せられております。今現在筑西市におきましては広域連携バスといいまして、まあ、下館の北市から筑波山の入り口まで明けのを通って行っているバスと、それと市内運行バスっていう、で下館の南口からずっと南通って玉戸抜けて幸町抜けて川島北行って遊泳館の方まで行くという、そういう市内運行バスがございます。で今回その市内運行バスもですね、道の駅ができるということで少し拡大をして、運行の方も計画があるようでありますし、メディカルセンターができましたので、そちらの経由 の, 経路もできたということなんですが、まだまだ本当に市内全域をカバーできる状態ではないというのが、現状です。この公共交通網というのは本当に整えていかなければいけない状況なんですけれども、私はずっと議会におきましてタクシーの助成券を訴えてまいりました。対象者が今年の4月から運転免許を自主返納した方に対しまして、激変を緩和するために期限があるんですが、1年間で上限1万円のタクシー券の助成を勝ち取ることができました。本当にこれ皆様に注意ですね、使っていただければなっていうふうに思います。さまざまなこれから筑西市の課題があるわけでありますけれども、私も女性の視点で生活者の目線で本当に皆様の暮らし守っていけるように、また本当に住みよい筑西市になっていけるように、お力いっぱい頑張ってまいります。私もしっかり頑張ってまいります。どうか皆さんの力でお議員を勝たせてください。